日本には八百万の神様がいるから神社の鳥居の多様性に外国人から驚きの声。現在、日本全国に約8万8000社の神社が存在すると言われていますが、鳥居の形式、構造は神社によって異なっています。翻訳元では、その点がイラストとともに紹介されており、鳥居の代表例として、神明鳥居、鹿島鳥居、明神鳥居、八幡鳥居、春日鳥居、中山鳥居、下空鳥居、三柱鳥居、三輪鳥居、三つ鳥居が挙げられています。他に代表的なのは、厳島神社などの両部鳥居でしょうか。なお、鳥居は、大別すると、神明鳥居と明神鳥居に分かれ、抜き、上から、二段目の材が突き出ておらず、額塚、がないのが神明鳥居で、抜きが突き出ていて、額塚、があるのが明神鳥居となります。上記の特徴が、すべて当てはまるわけではありません。また、神明鳥居の方が、日本古来の伝統を残す鳥居で、明神鳥居は仏教建築の影響を受けているようです。多くの外国人にとっては初耳の情報だったようで、コメント欄には多くの驚きの声が寄せられていました。